皆さんこんにちは。アメリカ心臓外科医の北原です。あらゆる質問に毎日答えてるんですけれども、今回はちょっと質問に答えるのをやめて、最近始めた、クラブハウスというアプリについて話をしたいかなというふうに思います。これは先週ぐらいからですね、日本でなんか爆発的に流行っている音声型の SNS ですね。いわゆる、Twitter とか Facebook みたいな感じで、いろんな人が参加できる、アプリなんですけれども、特色としては、音声、動画とかじゃなくて音声のみが、使用できると。部屋をですね、いくつかこう作っていって、で、その中の部屋の中で、その入ってるスピーカーとか、あるいは、ゲストの人みたいなのが、適宜そのテーマだったりとか、テーマが何もなければなんとなく話をしたりとか、そういう風な、アプリですね。なんかツイッターの音声だけバージョンみたいな感じで録画をされるわけでもなくって、ただもうライブで流れていく感じなのが、いろんなところでやってると。本当に個人のライブっていうか個人のラジオをもう自由にできて、しかもゲストも参加してる人がいきなしスピーカーになったりとかっていうことも可能で、結構おしゃべりな人にはいいだろうし、すごく引っ込み思案でちょっとあんまりそのコミュニケーション周りと取るのちょっと苦手だなっていう人にとってはあんまり、いい場所っていうか得意な場所で、ただ聞いてるだけでも楽しいと思うんですけども、な感じの雰囲気があって、僕も自身もですね 2日前に登録したんで、あんまりよく分かってないんですけれども、ちょっとずつまた新しいものなので、チームワダとしてもなんかできたらなというふうに思いながら覗いたりとか、自分なりもやったりとかってしてるんですけれども、どうしてもそのライブでやってるんで、途中からその例えば7時から始まってるその会議とか、講演に途中から入るとですね、もう何をやってるのかちょっと分かんなかったりして、その話の流れをつかむのに少し時間がかかっちゃったりするから、そういうのが得意じゃない人っていうのはなかなか難しい、あるいは最初から入ってなくちゃいけないなっていうのはあるのかなっていうふうなのは思いますね。で、あとは何だろうな、やってみてる感じだと、僕1回しかまだ話したことないですけれども、非常に、リベラルというかその自由に、スピーカーと、そうでない人っていうのが入れ替わったりとかしてて、なんか自由度が高くて面白いなっていうところはあったりしますね。何ができるかなっていう感じですけども。で、これなんか招待制で2人までしか招待できないんですよね。で、招待枠がヤフオクとかそういうので売られてたりとかっていうのは話題になってるみたいなんですけれども、なんか裏技としては、相手とお互いの iPhone であって、お互いの電話番号を知ってれば、半日とか1日経てば、招待枠を使わなくても、この人招待しますかみたいな連絡が来て、OK とかってすると、そのまま招待できるっていう裏技があるっていうふうに、ホームページに書いてあって、じゃあちょっとそれで行こうみたいな感じでですね、結構いろんな人に招待しますよとかっつってボワーって広げてやったら、で電話番号聞いてよしよしとか思ってたんですけど、半日経っても1日経っても全然動きがなくって、あ、これはまずいなと。要は難民っていうか、その招待アカウントまで取ったんだけど招待ができずに待ってる人たちっていうのを僕が勝手に作り出してしまった環境があって、あ、これはまずいっていうことで、急遽芋づる式にですね、招待で登録した人に対してちょっとお願いします、その招待枠2つを使ってどうにか他の人を救済できませんかっていう活動を今してるところです。でそれでなんとか招待を行き渡らせればいいかなっていうふうに思ってる。これは今本当に流行りだした瞬間なんで、招待っていうのは枠がちょっと少なくてとかって言ってますけども、どんどん人が増えていけば、あんまりこの招待がないから困るみたいなことっていうのはないんじゃないかなっていうふうに思いますね。これがどれぐらいこの後ずっとね、Facebook とか、いわゆる Twitter みたいにずっと続いていくのか、あるいはどっかでちょっと熱が冷めて、好きな人はやるんでいいんじゃないみたいな感じになっていくのかっていうのはちょっとわかんないですね。僕もね、定期的に何かをやらなくちゃいけないと思って、もちろん例えば瀬崎先生って USMLE の、得意な先生と話をしたりとか、あとは知り合いの先生と話したりとか、できればですね、こういうので留学医師ライブって毎週土曜日やってますけれど、あれの簡易版みたいな感じで、お気軽にですね、留学してる医師が何人か集まって、ちょっとなんか最近どうみたいな感じの話をしてるところに、例えば医学生とかが結構ジャンプインしてきて、何々先生に質問がありますみたいな感じで直接
そういう交流ができる場みたいなものが作っていけたらいいなっていうふうに思っています。であとはまあなんか定期的になんかやんなくちゃいけないなっていうふうに思うんで、例えば僕通勤、大体時間10分とか15分ぐらい毎日行き帰り車に乗ってるんで、まあ、その間ちょっと、つけつつなんかなんとなくその時思った話をするっていう、多分視聴者2ぐらいの、番組みたいなのをまあ作ろうかなみたいなことも考えています。はい、まあ結構新しい SNS なんで、なんかいろんな可能性があって面白いんじゃないかなっていう、特に喋りたい人とか声を出したい人にとっては、まあ、面白い企画なんじゃないかなというふうに思っています。はい、それではまた明日、さようなら。